が好きかだったら、でもなんかね、お肉好きだけど最近お魚が好きな年頃ね。もっと喋りたかったね。ね、プチって切るの悲しいよね。悲しかった。そうそうそう。でさ、もう前、雨が降ってるから前髪がもう修復不可能。じゃあいじってない いじってないよ。はじめましてみたいな感じがしなかった。本当？でもはじめましてはめっちゃ多かった。でも何、久しぶりも多かった。そういうことじゃない。お代理さんに合わせたことだけじゃない。違う違う。何、肉か魚かって言ったらどうにかなんの？なんかあんの？じゃなくて、お休みメールとかメール送れなかったので、ちょっと申し訳なくてショールームを始めました。イエーイ。ね、間もなく終了出るとさ、悲しくなるよね、一気にね。バーバーバーってなるじゃん。でさ、なんかその私のはさ、余韻に浸る間もなく次のお方がおいらっしゃりになおられなられるからさ そう、ちょっと待ってね。ひらがなキャスターさん、これ何、なんだ、海水浴、海水浴の傘 待ってるか 言い方が何なんだろうこれは ありがとうございます。たけるさん、コロコロネズミありがとうございます。タンベマーボーさん、お猿さんありがとうございます。お猿さんって言ってたっけ。そのマイケアさん、クラッカーありがとうございます。コバさん、ハートありがとうございます。おね、時間配分良かったよね、自分で言うけど あ、パラソル それが言いたかった、パラソル それが言いたかったの私。そう、パラソル。ね、突然現実に戻されるのか、みんなは。そっかそっか、プチンって切れるの寂しいね、余韻欲しいね。もう顔がむくみ始めてる やばい。アンさん、だるまありがとうございます。そのままいきよさん、パラソル、パラソルでしょ、パラソル、ありがとうございます。ポミさん、ハートありがとうございます。マサトさんもハートありがとうございます。あっという間、ほんまか、嘘つけ ゆきなって読めないさん、ハートありがとうございます。台湾ヨーラシさん、ハート違う、クラッカーだ、ありがとうございます。ラリザさんもクラッカーありがとうございます。そう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 、握手だったらね、こうやってわーって行きながら 粘れるけど 確かに粘れない、粘れないもんね。ね、楽しかった。ね、あ、これってさ、ねえねえねえ、私ってさ、全部押し増し使えないですか？全部私のってさ、押し増しも使えないの？こんばんはー、こんばんはー。使えないってさ、完売ってこと？ってわけじゃない？全身写真で撮ってても写真撮るのね、ないんだよね。レインボーさん、クラッカーありがとうございます。カズさんもクラッカーありがとうございます。もしもし、できないんだ。ってわけではないの？わかんない。ほぼ完売ってこと？嬉しい。ほぼ完売的な感じ？やった。嬉しいね、嬉しいな だって6個もあったのに残り少ない時も。じゃあほぼ完売ということで、ありがとうございます、皆さん来てくださって。ケランチョさん、クラッカーありがとうございます。パラソルもありがとうございます。嬉しいね。
超おまって嬉しい。なんかそう、初めて来たって人がもうたくさんいてくださったんだけど、ショールーム好きですって言ってくださる方がめっちゃ多くてニヤニヤしてたひたすらね、嬉しかった。キランチョさん、レインボースターありがとうございます。ゆうちゃん、ハートありがとうございます。ね、嬉しいね、嬉しい嬉しい。まあでもそうだよね、てかこの期間でさ、ショールームが入り口じゃなかったらどこに入り口あるんだレベルだもんねね、そうニヤニヤしちゃった。お、明日楽しみ、楽しもうね。もうそう、ありがたいことにね、何、休憩時間がなくて全然写真が撮れてなくて、そう めっちゃ覚えてる 100% の話。そうね、ありがたき、そう全然本当にね、休憩する時間がなかった。え、もう先輩、エイトの先輩ルンさんしか撮れてないかな。てかメンバーも福留と、あとセナさんと京香さん、多田京香さんしか撮ってないから、そう本当にね撮る時間なかった。え、全然元気元気だよ、うん、でも前髪の割れが気になりすぎて、そうなんかみんながさ来る直前の動きがすごい面白くてね、見てる福留今日一日一緒にいたからね。そう、山なん海なんわかん、海なんかな、私海かな。ハートポーズ、これ京香さん仲良くさせていただいております何かいろんなね、みんなね、でもさ、わざとの人もいるでしょ絶対。わざとさ突っ込まれ、私に突っ込まれたくて、わかんない、自意識過剰かな。でもほんと直前に、なんか2秒前ぐらい、2秒前ぐ、1秒前ぐらいから、そう、わざとなのっていうツッコミを何回かした気がする。わざとやったでしょみたいなそうあ、そうやったんや、リクエストしてくれとったんや、なるほどね。あ、ちょっと待って、私の充電コードがちょっと今日さ、スマホを置く台をさ持ってきてなくてさ、ちょっと待ってね。ともさん、バラありがとうございます。丹部麻婆さん、ハートありがとうございます。あきぴんぴぴょんちぃさん、かわいいとハートありがとうございます。キラリンビームさん、ハートありがとうございます。サンタナミチさんもハートありがとうございます。ごめん先生さん、パラソルありがとうございます。ジョニーさん、くまちゃんありがとうございます。ゆいゆいのくまちゃんくまちゃんなんか、これ何、これはテントありがとうございます。あ、テントで合ってるかな。森里さん、クラッカーありがとうございます。あ、みんなありがとうございます。うわ、パラソルとテントなんだ、ほえー。待ってる間、みんな結構待たせてしまった、私、みんな待ちました、長くたびれたよみたいな人いる、待つ時間長すぎてみたいなテントが山みたいな感じ、あ、そういうことなんだ。伊藤さとしさん、ハートありがとうございます。つっちーさんもハートありがとうございます。めちゃくちゃ話しやすかったです、ありがとうございます
から夜まで待ってて。嘘や、絶対嘘それほどでもなかった。そう、よかったよかった。入る、え、30番とかやったら最初からマット噛んでもいいん、別にだけじゃない。何、海月からユッキーナ時間間違えたって何、な、何の話。あああれか、あれのね、あれね、え、ショールームで言ってたってこと。ケンさんハートありがとうございます。え、びっくりした、明日よろしくお願いします、何のことと思ったら明日よろしくだった明日楽しみ。ショール、何言ってんだオミ、おいオミオミ何言ってるんだ。そうなの、私ね今日そっち待って、ちょっと待って、おのっちさんクラッカーありがとうございます。え、印象ツアーやったね。そうそうそう、私ね海鮮が好き。海鮮、なんか私あのその何こう前日にね、あの前日っていうかあのまあこうあの予定が来るじゃないですか、何時に集合ですよって、何時何時何時に来てくださいねみたいな、そのそれですごい私もう分かってた日からずっと確認し続けて、で念のためちょっと早く行ってこうかなってちょっと思ってたの、前日の昼くらい、昨日の昼くらいに、で話んそれで思ってて、でそれでね、じゃあこれにこの電車で行こうみたいな思ってたんだけど、夜になって気づいて、えこれ違うって、これ集合時間より1時間遅いやつになるってなって、間違ってることに気づいて、これじゃダメだってなって、そうあのこれじゃダメだってなって、そっからちゃんともう一回ね時刻表をねこう見直したわけですよ。でそれで、あこれで OK だと思って、まあ、寝るじゃないですか、で朝起きるじゃないですか、でもう一回、私すごい不安症だからめっちゃ時刻表何回も調べるし、なんか同じ時刻表のスクショが10個ぐらいできるくらいめっちゃスクショするのね。でそれでよしこれだよねこれだよねと思って、ちゃんとよし OK だってもう全てを考えて家を出て着いたら1時間早かったなんでってならん、もうこんなにだってもう1日もうほぼ2日ぐらい考えて、えそので携帯のなんかアプリみたいな、そうでそうえそれいやいやそれでね、あのそう福留となんかあの約束してて、でそれであれ福留来ないなと思って連絡したら、なんかあの1それでえなんかまだ全然着く感じじゃなくて、えっと思って時計見たら、あ間違えたと思って、福留ごめんってだってやばい、日付とか間違えすぎだし、そうもうねやばいね、遅れてなくてよかった。そうそう、そしてそう今日その電車で荷物を座席に置いてって、隣に座ってた方にあの荷物って言われて、あのあやばってなったですかね。すごいでかい荷物だったんですけど、すごいでかいってか、あの今日のね分の荷物が大きいカバンに入れてきたんですけど、それを電車に堂々と忘れそうになるっていう、あの隣の方がお優しいおかげでね、なんとか助かったんですけど、荷物忘れてますよってね、いやあのよあの
横にペット置いてたんですけどね。そう忘れちゃいまして。すごいよね、怖いよね。もうだって そこにメイクポーチあって、私なんかメイクを完成させずに行ってたんですよ。もしそれだったらやばかった。やばかった。荷物忘れたのはあるあるじゃない。なんかあのちっちゃいあのショルダーバッグは持ってて、ショルダーバッグ持ってるから、持ってて、あと傘持ってるから、もうこれで終わりだと思ってて、めちゃめちゃ重たいのに。そう、傘は忘れちゃおえんって思ってたんですよ。そう、もう本当にね、今日はダメな日だって思った。ちょっと待ってね、また読みますね。タカ 100% さん、クラッカーとテントありがとうございます。タンブマーボーさん、クラッカーありがとうございます。カズさん、クラッカーありがとうございます。アジさん、ハートありがとうございます。ナベちゃん、ネモフィラありがとうございます。大輔さん、バラとテントありがとうございます。イエイ。やっちゃ、今日だけですよね、本当にね。でもね、私ちゃんとめっちゃ集合時間も超見たし、もういろいろ超見たのに、なぜか脳でどこでね、私は時間をね、1時間スイッチしちゃったんですかね。これはね本当に気になる、自分の頭が。見てみたい。よく言われるけど、ユッキーダの脳内見てみたいってよく言われるけど、本当にね、何なんですかね。明日はきっと大丈夫だよ、きっと大丈夫さ。携帯もね、わかるわかる。初めてのお使いはね、したお兄ちゃんとした、一人じゃない、二人だけど。ねえ、マジでさ、何が起きたんだろう私の脳内って、あの瞬間に。赤潮さん、クラッカーありがとうございます。ゴールデンウィーク、だってその日の日付で調べてるからね、間違いようがないよね。やばいよね本当に。明日はちゃんとする。明日はねちゃんと行きます。ツイッターでもね、本当に写真ね、ペー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 って撮るしかなくて、ちょっと明日こそ撮ってツイッターに載せようかなって思ってる。もう髪の毛もね、もうねダメだったから、向こうについて。そうですねって感じ。うわ、タルトいいな、タルト。ディズニー、ラプンツェル。あ、今日もちゃんとしてから大丈夫、いける？じゃあいけるか。ダイエット取りたい、おだいりさん。おだいりさん大好き。これピアス、ピアスちゃん、シンプルなやつ。え、もう湿気やばいよ。てか湿気とか、湿気っていうレベルじゃないからね、もう雨だもんね。雨、超雨。なんかさ、ディズニーにラプンツェルのできるの楽しみ、行きたい。今からもう、今からあの iPad の前で待機しとく。もうこうやって、もう明日何があってもいいように。キラリンビームさん、クラッカーありがとうございます。ピアスはだって外れないね。もうイヤリングは秒でなくらすけどね私。そう、おだいりさん好き好き同盟だから。え、オミはさ、なんで今日そんな配信してんの。え、なんかさ、私もあって、なんかお昼にオミ配信してるなと思って、夜も配信してる、夕方も夜も配信してる、すごくない？すごいね、今日なんかあの日だの、記念日みたいな感じ、すごいね。
いや私の影響ではない、今日の豪雨は。あ、お肉が欲しいからなの。そういうことなんだ。私お魚好き。私あれ食べたい、海鮮丼が食べたい。あのいくらと、あのあれです、あれが好きです。あのおひつご飯のやつが好き。おひつご飯知ってますか皆さん。おひつご飯知ってます？おひつご飯好きなんですよ。お魚送って。そうそうそう、四六時中あれめっちゃ好きなの。ひつまぶしってなんじゃろ、分からんけど。ひつまぶし、東京、いや多分どこにでもあるグルメ。あれ美味しいよね、あれ大好きなの、めっちゃ超好き。ひつまぶし味噌、なんか名古屋のさ、名古屋の名物じゃない？ いくらが好き、いくらとネギトロが好きなの私。なんかネギトロ丼とかめっちゃ好きね。暇つぶし。正解。え、なんかさ昔さ名古屋飯をなんか今日の晩ご飯で名古屋飯をコンプリートする番組なかったでしたっけ。いや突然の、全然話変わるけどさ、なかった？めっちゃ話変わるけど、え、なんか私ちっちゃい時見てた記憶があるんですけど、なんかなかったかな。え、なんかね、いつやってたんだろう、誰か。え、なんかテレビの番組で、テレビで、で、その味噌カツ、なんかあの骨付き肉みたいな。え、なんかわか、え、知らない、こういうなんか番組、なんかみんなに晩ご飯聞いて、なんか名古屋名物をコンプリ、え、あったねって、わかる？え、あ、そう、手羽先、手羽先、それだ。手羽先、骨付き肉って言っちゃった。え、なんの番組だったんだろう。え、割と昔じゃない？なんかね、名古屋飯を、あった気がする。すごい記憶が、え、誰が出てたかも分かんないぐらいちっちゃいけどさ、ちっちゃかった気がする、分かんない。何の話してるんだろう私。これは何の話なんだ。で、どこまでやんだっけね。若潮さん、のっちさん、キラリンビームさん、クラッカーありがとうございます。鳥海浩二さん、テントありがとうございます。ドリームパスポートさん、ハートありがとうございます。とおのっちさん、パラソルありがとうございます。ふみてぃさん、ハートありがとうございます。ひろきさん、レインボースターとバラありがとうございます。ケイさん、かわいいありがとうございます。サンタナミチさん、レインボースターありがとうございます。信長ってなんだろう、わかんない。今日失敗だ、さっき喋っちゃった、喋っちゃった、喋っちゃった。むっちゃん、ハートありがとうございます。ひのじいさん、パラソルありがとうございます。イエイ。え、何の番組だったんだろう、あれは。すごい記憶にあるな、あるある。こんばんは。まあ、それは置いといて話を戻したい。なんか違う話をしよう。信長って分かんない言われても、毎日失敗あるよ、人生だもん。深い。信長って番組らしいよ、みんな。深い深い。
インテリアクザさん、パラソルありがとうございます。どこに戻す？時を戻そう。服が透けとる。服が透けてますよ。わお、透け透け。キャッキャッ。こんなん着ちゃう。これ私さ、透けてるって気づいてなかったんですよね。そういえば透けてるらしい。なんかあんま透けてるって思ってなくて着てた。意外と結構透けてるんですね、この服って感じ。うん、今日この服だってそう、でもこの辺はだって透けてないからさ。これそう、これね、いつの日だろう。で結構でも最近じゃない服ですけど、そう、シース寒かった。パーカー着てた移動中。これどこのなんだろう、わかんない。でも安いと思います。多分安い。これワンピースじゃない、ブラウスですよ。ブラウスで、もう今日はね、なんかあんまりね可愛くないです。なんか本当に白いデニムを着てました。そう、ここはちゃんとなんか入ってる白いストレートデニム。そう、でもさ、さっき、そう、あのさ、もう雨でさ、ズボンびしょびしょになっちゃった。あぐるよ、足。そう、カエルの卵などこれが。そう、今日はスカートじゃない。え、多分スカートじゃないの私初めてなんじゃない、お話し会でスカートじゃないの。上がるってよ。上がる、ちゃんとやれば上がる、きっと。体感悪い。こんばんは。つらんつらん、ちゃんと立てばいいんだ。ほらほらほら、あ、すごいしわしわ。こういう感じです。こういう感じでやっております。やらせていただいております。体はね、なんか開脚ができない。これはできる。これはね得意。下地味じゃない。え、なんかみんなすごいおしゃれですよ、メンバー。本当に確かにズボンかスカートが見えないもんね。確かに確かに、みんな本当に、ね、おしゃれなんだよ。ゼブラ柄、ゼブラ柄持ってない。そうそう、でもね、やっぱね、最近なんかさ、学校にスカートってなるからズボンなんか履いてるけど、そう、なんかもうレッスン着で学校行ってる感じになってる。みんな的にありがたいの。みんなもそっか、服考えなきゃいけないのか。ヒョウ柄も持ってない。でもこの白デニムは最近買いました。最近買った、なんか白いデニムを履きこなす女子になりたい、履きこなす系女子になりたいって途端に思ったんですよね。なんかそういう系女子いいなと思って、とりあえず購入しました。割と最近。全然両方プチプラントも。わかんない、履きこなしてたんじゃない、わかんないけど。似合ってるやん、よかったやん。そうだよね、こぼさなければね。え、マジでね、本当に。それで髪の毛伸びました、伸びました、伸びました。え、そう、私何すぐ何々系女子になりたがるからさ。トモさん、バラありがとうございます。ありがとうね。そう、プチプラがいい、大事。ナノユニ、さすが意識高いな。
カレーうどんやだよ、絶対ここにちゃんとかけるよ。 165 ぐらいに見える。本当？全身映してる方はいらっしゃらなかった気がするな。うん、え、明日ね、明日って多分きっと晴れるじゃないですか。明日髪巻くの頑張ってみるか。間に合ってるじゃない、迷ってる。香水、あ、今日つけた気がするけど、浅すぎてさ、もう匂いないかも。そう、香水今日つけてきたけど、確かつけたっけ。負けるかな、頑張るか。いい匂いする、よかった。何の匂いした。ドルガバ持ってない。巻き、でも今日はもう雨だからね、ダメだってのがね、分かった。頑張るか。普段は香水つけない。全然つけない。え、本当に香水いつぶりにつけたぶりつけたんだけど、なんかめんどくさくて。香水でもよく考えたらさ、みんなにさ、香水かがれないのになんでつけたんだろうって今すごい思ってる。明日暑いの？横画面の時顔、え、どうなんだろう。でも縦画面でも顔ドアップでこの辺しか映ってない方もいらっしゃったよ。なんかこれぐらい、ここがけのドアップの人とかもいた。気分を上げるため。でもマウスおいしい。めっちゃ面白い。え、ほんといた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 、割とね、割と数名いたよ。一人とかじゃなかった、全然。ちゃんと映ってたで。お時間、間もなくです、お時間です。表示されてる、されてる、されてる。え、大丈夫やったよ、大丈夫だよ、大丈夫だった。楽しかったね。え、大体大丈夫だと思う、みんな。うん、え、私もちゃんと映ってた、大丈夫そう。ね、やっぱ加工大事よね。加工したいよね、わかるわかる。加工の世界で生き続けたい、もう加工の世界に閉じこもりたいぐらい。それはいじってる。ちゃんとインク似ててはいじってるわ。本名も表示されるよ、されるされる。へーって。もうそうだよ、本名で表示されるからね。なるほどなるほど、ほほほって思ってる。でそんな、なんかね、覚えるまではそこまでいかないと思う、多分。うん、そう、ニックネームの下にね本名見える。うん、鳥海浩二さん、クラッカーありがとうございます。タンベマンボウさん、ハートありがとうございます。枚数、あ、枚数もわかる。
そうだよね、みんなみんなだってそうだよ、おあいこだよ、私のニックネームと本名知ってるでしょみんな、おあいこだわおあいこだ。私もねちょっとねあのね気になる名前だったらね触れちゃう触れちゃう時ある。全然ゼフさんモンキーありがとうございます、イエーイそうそうそう、え、うちの本名知らないの？一番印象に残ったの？一番印象に残ったの？難しいね。一番印象に残ったのなんだろう。え、でもいっぱいいる。一番は決められない。うん、え、枚数少ないとか全然思わないよ。少なとかそんな感じになんない。もっとお話ししたいなとは思うけど、そう話ね、ま、なんかでいっぱいできたらけど、そ全然ねそういうのにあのなんて言うんですか、あの何でしたっけ、あの負い目、負い目を感じる必要はなきですよ。そうひろきさん、クマのこれ何クマ、みんな教えて、何クマですかこれ。あ、テレビ何クマ、名前、クマ名前、何クマ、サーカスクマツリータワーだって。ちょっと待ってね、紙あるかな、紙紙紙紙をお探しします。ゆっきー、紙をお探しします。あ、あるじゃん。空気清浄機？これね、ついてない。ちょっと待ってね、よっ、あ、大丈夫大丈夫、今日大丈夫だよ。お宿の名前入ってないお宿翔太さんハートありがとうございます。トモさんクラックありがとうございます。だってタワーの名前知ったじゃん。これはね、椅子でもどこでなんかよくわからん棚に置いてるそう、サーカスクマツリーありがサーカスクマツリーなんかやばい、ちょっとねボールペン薄い。よいしょ。そう、今日スタンドない。でもね、あのね、iPhone ケースをやっと買った。バキバキの、バキバキでも遅いけど。だ、ひろきさん、ちょっと字がちょっとあのふわふわのとこで書いたからだけど、ありがサーカスクマツリータワー、ありがとうございます。あ、光る。せーの、シャカ、シャカ、あ、光る。シャカ、シャカ、光りますね。ありがとうございます。よし釈迦、安定の釈迦。ダメマーボーさんハートありがとうございます。まことさんクラッカーありがとうございます。釈迦釈迦、あ、本当完璧だった。あれ絶対やばいよケーキまた食べるの、ケーキ
眠くなりませんか。11時半ぐらいには終わろうかなと思ってる。五光が差してる、ね、本当だね。やばいやばい、五光が差してるよみんな。あれ五光消えた、待ってね、五光消えちゃった。五光来て、五光ユッキーナにオーラをください。五光カモン、お来てる来てる、ほら見て見て、みんな五光が差してるよ今。来てるわ、うわなんか光ってる、ほら。ユッキーナは超眠かったら明るくても眠れるけど、暗い方がいい。覚醒した、かまちゆきの覚醒マンジー。練習頑張って、シャイニング。やば、そなんかすごい、あの芸人さんにそう、シャイニングなんちゃらみたいな。ケイさん、バラありがとうございます。ノリノリ、全然全然普通ですよ、いつも同士です。でも今日はすごい楽しかったからね、楽しくて、でそれでお弁当食べる時間がなくて、お弁当をねカバンに潜めて持って帰ってきて、もうそれをもう全部、なんかああいうお弁当ってさ、いっぱいあって食べきれないけど、私すっごいお腹空いてたから、全部きれいに食べたらテンション高くなった。美味しかったよ、なんか中華系、中華系のやつでね、美味しい、とても美味しかった、いただきました。ゆうちゃんハートありがとうございます。ふみてぃさんクラックありがとうございます。だいすけさんレインボースターありがとうございます。ケイさんバラありがとうございます。キラリンビームさんクラックありがとうございます。ふみてぃさんハートありがとうございます。インテリヤクザさんパラソルありがとうございます。イワナジョナイヤさんコロコロネズミありがとうございます。よし、ご飯はお昼も食べたよ。あ、ちょっと聞いてほしい、あのなんかあのその1時間持て余したわけじゃないですか、私え弁当、私残り1個しかなかった。あ、それかな、やばい。あのね、私その1時間持て余したわけじゃないですか、1時間持て余して、まあなんかこう待ってたわけですよ、1時間。ちょっとなんかあの飲み物をなんか頼んでこう待ってたわけです。それであの私あのネットフリックスで弱虫ペダルをダウンロードしてきてた、ダウンロードしてきてたんですね、移動中に見れるようにね。でそれをイヤホンこうしてこう見てたら隣になんかあの普通にお客さん、別のお客さんで、あのおばさまがね、あのいらっしゃったんですよ。そしたらめっちゃイヤホンして聞いてるのに、すごいこっちを見てきて、こうなんか覗くようになんか見てきて、それでなんか、あ、何かあったんかなってペッてこうイヤホン外したら、あのずっとなんかおしゃべりしてて、おしゃべり会話しちゃって、なんか仲良くなっちゃって、なんかここコンセントないのよねみたいな。そう、え、違う、そう、なんかすごいあの可愛らしいおばあちゃんって感じだったんですけど、で話しかけられて、あ、そうなんですねみたいな。え、確かに不便ですよねとか言って会話 してて。そうそう、そのアニメ一回再生止めて、でそれでなんかまた私はね、まあ、あの飲み物戻って、でそれで、え、なんか別に私何もしてないのに、なんか話しかけて、荷物大変よねみたいな、すごいその方もすごいお荷物を持ってらっしゃって、なんか荷物が多くて困っちゃうわみたいな感じで言ってて、でなんかまたね、なんか一回話終わったから私また弱虫ペダルに戻ったんですよ。でそしたらね、またこう話しかけられて、しばらくなんか見てたら話しかけられて、でそれでなんか私
男に騙されたのよみたいな話をされちゃって、なんか本当にかわいそうな話だったんだけど、そうなんですねってなんかわーみたいな、なんかお金返ってくるといいですねみたいな感じでなんか仲良くなっちゃったで、またどこかで会いましょうみたいな感じでそうすごい騙されてみたいな、そうこういうメールをそう返せってメール送ってるんだけどみたいな、そうすごいいきなり私にこんな話していいんですかみたいなまあそれは大変ですねみたいな話してそう急にね、なんかまた何かあったんかなと思っていたらそういうやつだった。そうでも全然連絡先とかは交換もちろんしてないんですけど、なんかそうなんかね、なんかいっぱい喋っちゃった。やっぱ話しかけやすいオーラ出てるんですかね、イヤホンしてても。そうなの。ダンベマーボーさん、ハートありがとうございます。ちょっと待ってね。トマオさん、ごめん先生さん、バラありがとうございます。ナベちゃん、ハートありがとうございます。ケイさん、ハートありがとうございます。え、全然勧誘とかなかったよ。普通になんか騙されてお金がないのみたいな、でなんか娘さんがすごい優しくてみたいな、こういうのをくれてみたいな、でももう本当にあの人はもう本当にダメな人ねみたいな思ってて、あー本当ですねって言って、そうっていうね、今日出来事があったんですよねそうそう、いっぱいお話聞きました、その方の。あ、そうそうそう、昔高校生の時だね、高校生の時もね、電車でね、あのすごい かわいいおばあちゃんに話しかけられて、そう今日すごいでしょ、トラブルじゃないよ、普通になんか道端であった出来事って感じ。そうでもなんか私が先にね、あのじゃあちょっともうそろそろお時間なんでって感じだった時に、わあなんかすごいちょっとなんか、あーそうなの、じゃあまたねみたいな感じだった、すごい、うん、またどこかで会えるといいな本当に。あ、でも話しかけやすいのかな、話しかけられやすいのかな、やばいね、壺買っちゃうかもね私。そうまもなくねとかじゃなくていや本当にじゃあそろそろって頑張ってくださいねって言って、そう言った。ケンさん、だるまありがとうございます。大輔さん、バラありがとうございます。ありがとうもうね、いっぱい喋ったよ。だってあ、それ喋ってなかったらヨハペダ一本見れたもんヨアペダは何話、割と見てる、夜な夜な寝る時間を惜しんで。え、で普通に、え絶対絶対知らない知らない、本当にね、あのガラケーの方だった、多分ガラケーの方は私のことを知らないと思う偏見がすごいかな。お、額縁に飾ります、ちょっと気合い入れたからねいやめっちゃちゃんと寝落ちて、もう目バッキバキで見てるから、そうでもなんかヨアペダは割とね、あのでも多分、え、ガラケーで多分私のことを知る機会はないと思う、そうだからってこと
ね、ヨアペダ昔も見てたからなんとなく話はわかる。おな、いたいたってなる。あ、マナミ君出てきた。夜はね、でもさ、アニメ見たいじゃん。超不摂生だよね。本当にやばい。健康にはだからニキビちゃんできたんだよ絶対。ともたんさん、テントありがとうございます。大好きさん、レインボーストありがとうございます。え、まだね、推しはいないかな。何時に寝てるんだろう。3時。今日はね、今日夜更かししたいんですよね。見たいのがあって、本当に見たいのがあるので、それを見てから寝ようかなって思ってます。今はね、ヨアペダの時代ですね、私の中で。深夜部だよ、私。何見るん？内緒。内緒だよー。明日ね、いや全然ちゃんと起きれるから私。明日はだってあれだよ、お昼からですもんね。明日何時からでしたっけ。クマはコンシーラーっていうもので消します。消します。しんいちさん、ハートありがとうございます。お、30分経った。代わりに寝坊します。なんで。なんでや。コンシーラー反則ちゃうわ。正当防衛です。はい、よし。1時20分から明日、あとでちゃんといっぱい時間見ときます。そう、コンシーこみんな覚えて、これテストに出るよ。コンシーラーは正当防衛、肌をね防衛してるから、肌のあらを防衛してくれる、もう正当防衛ですよ。そう。 大事です。よし、じゃあヤンキングを読みまーす。そう、みんなじゃあ、ご唱和ください。いきますよ。ご唱和ください。 いきます、せーの。コンシーラーは正当防衛。3、はい。反則は。ご唱和くださいってみんな言わないの。ええー、待って、ご唱和くださいって言わないんですか。よし、いいぞいいぞ、みんないいぞ、みんないいぞ。すごーい、すごい、みんな雪な教の信者だ。コントローラーは楽しい。 本当にそう、ランキング読みますから、ランキング読みます。いきまーす。13位、キラリンビームさん、ありがとうございます。12位、ケンさん、あとのびのびもぐもぐロングロング、ありがとうございます。11位、ごめん先生さん、ありがとうございます。10位、ケイさん、あとフルネーム呼ばれて惚れました。ふう。ありがとうございます。9位、大輔さん、あと明日の話かよろしくね、よろしくね。すごいチャラかった今。よろしくねーだって、よろしくねー。 8位、ジョニーさん、あとやっと話せて幸せ、楽しかった。私もめっちゃ楽しかった、ありがとう。7位、サンタ花道さん、あとたくさん笑い、たくさん笑顔になりました、幸せ、ありがとう。こちらこそいっぱいお話できて楽しかったです、ありがとうございます。6位、ともさん、あと1年半ぶりに会えて、やっぱり雪なしかになりました。ほんまか、ほんまか、ほんまか。
ありがとうございます、楽しかった。5位ケランチョさん、アットアットがないよ。今日のお話し会の感想なんだろうな、変顔わざとですよねありがとうございます、楽しかったです。4位、インテリヤクザさん、アットあ2個、草大草原、草生やそう画面上に、ありがとうございます。と3位、鳥海浩二さん、あと今日はありがとう、いつか握手会も行けたいなね、直接会える機会がね欲しいね、ね、ありがとうございます、楽しかったです。2位、きのちゃん2号、あとこれはなんだ、あとは圧を欲しいやつの圧だ、あとだな、圧圧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 、文字で圧をかけていますありがとうございます、明日も楽しみにしてます。よし、そして1位はひろきさん、ありがとうございます、ありがとうございます、とても楽しかったです熱々ということで、皆さん今日もありがとうございました。明日も配信、明日は多分で夜遅かったらできる気がする、できると思う、わかんない、したいなって思ってる、でもできるかわかんないけど気持ちはしたい気持ちでいますって感じです。でもちょっとできるか微妙なので、まああの確定ではないと思っていてください。ということでバイバーイ、おやすみなさい、みんなおやすみ、おやすみー。